はい、どうもエルザーレッドです。それではガチエレの解説やっていきたいと思います。今回はマンタマリア号ですね。はい、ということで早速解説していきたいと思います。マップの方を見ていただくと、まず移動ルートですね、こちらの方から話していきたいと思います。移動ルートに関しては、一番短い進みで言うとこのルートですね。はい、この直進ルートが基本メインになると思います。まあここからさらに、移動を変えるのであれば、まあこういう風にこちらに抜けていくルートと、あとはそうですね、この辺りを取るっていう動きが多いと思います。まあもう一つですね、左側を使うルートに関してはあんまりいないかなというイメージです。まあエリアまでの到達時間がかかるということと、あとは基本的に敵がこちら側マークしているので、この進み方だと敵にバレるというのが大きい理由です。では、移動については以上なんですが、僕はちょっとこれに変えてない方法を良くするので、そちらもお話ししたいと思います。僕の中ではスパッタリをよく使うときに、まあ、相手を撹乱するっていうのが重要なので、この動きをしたときに僕はもう、もうここ取り行きます。こんな感じで、で後ろから崩すということをして、こういう風に、まあ、エリアを奪うために円を描くように、囲っていきます。でこうするとこちら側も取ろうと思えば取れるので結構有効なんですよね。こういった動きをよくします。はい、じゃあ、前衛の、防衛ラインですね、こちらの解説に移りたいと思います。基本的に前線ラインというのが、画像を見ていただくと左の敵陣ですね、敵陣の広場から綺麗に線を引いていって、まあ、この高台にかかりながらとこの辺りですね、あれが僕の中では前線ラインというふうに考えています。で、なぜここなのかということなんですが、基本的には右のエリアを取って左を取ってっていう順番になって、さらに奥に進んでいくわけです。なった時に敵が、自分のこの色を返しに来る時ってのは、基本この上、こちら、あとはこの上ですを取りに行きます。なので迎え撃つようにするために左側を取るっていうのがとても重要になります。まあとはこれより先に奥に行くと、この辺りに敵が待ち構えることが多いので、結構やられる、原因になるんですよね。で、ここで敵にオールダウンせられると、その後カウントを簡単に返されますので、あまり長居はしたくないというところになります。さらにまあこういう風な攻め方もできるんですが、こちらも壁を塗ればこういう風に敵も攻めれるので、あまりねちょっと前には行きたくないっていうのが正直なところです。なのでスペシャルを貯めて敵が来た時に一気にスペシャルを放つとか、あとは左側のこの広場を取っておくだけで、敵はここからしか来れません。ここかもうこの上ですしか来れないので、敵の特定ができて、殲滅できると。で仮にこちらを取られたとしても、足場がしっかり塗ってあれば、対処がしやすいです。こちらまで回ってきて普通にこういう風に打つこともできるので、意外とこの左側のこの広場ですね、確保っていうのがとっても重要となります。まあでもそうだね、スパッタリーとか単射程の場合はできるだけ、前に行って戻ってっていうような感じでね、ぐるぐるしながら、攻めると意外と相手から鬱陶しがられるのでいいんじゃないかなと思います。この辺りも置き位置するのはありですけどね、あんまりしすぎてもダメっていうところな気はします。はい、はい、ということで今回の解説は以上となります。まあまあ結構ね、マンタはこの左を取れるかどうかが個人的にはでかいところかなと思いますので、ぜひ覚えておいてください。ではチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回会いましょう。またねー。